こんばんは、平井弘明です。飛ばしましょう今回は飛ばしについてまたかよやりたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。最近もやったよね、飛ばしね。飛ぶ理由だとか、やってる、飛ぶなんちゃらとかやったけど、今回やるのは飛ばしたい時に何を入れてるかっていうことについて動画撮っていきたいと思います。何やってます？どんな動きを入れてるとか人によって違うと思うんですけど、僕はね、力入れてます。めっちゃくちゃ本当に。で、力を入れるってことは、力を入れる、もう自分の中のもう最大限入れやすい動きをするわけだから、他に入れられない邪魔できない。あ、自分本来のスイングになっちゃうんだ、うん、なっちゃう。例えば何かをやろうとしてたとしても、力を入れて飛ばそうとした時にそれが絶対できないって、もうどんだけ経験してきたかっていうところから、入れない方がいいっていう 120% の答えになってるっていう。あ、経験上ね。そう、なるほど、ね。で、僕以外にも見ててもそう、そうだから普段の練習で丁寧にこうやってこうやってこうやってやったり、こうやってやってる、いる、あの後輩なんかもいた。だけど、ドライバーいくつ飛ぶのって聞いて、いや280くらいですって言って、300打ってって言って、何にも言わないよ。300打とうとするわけじゃん、入れてないからってか入れられないからそっか、そう、飛ばすことだけあるわけ。そう、もうこうやってやってんのよ。で、俺は別に何にも言わないよ、うん、だけど、あれあれあれってどうしたのこれってでしょって。あ、飛ばすときはそれなのね。そう、そうじゃないと飛ばないの。飛ばない。で、こうこうやってやったりとか、こうやってやったりとかやってる後輩いたけど、本当にあと10ヤード飛ばしてって言った時に、それやんないから忘れちゃってんのか、もう飛ばすことに専念してんのか分かんないけど、やってないの不思議だよね。まあそれはまあ人だからあれだけど、まあ平井としてはもう何を入れてるかって言ったら、力以外入れてない。一番力が入る振り方してるんだ、うん、そう。打っていい飛んだ？いや、そうでもないんだよねその理由言っていい？いつも振ってるから。え、そうなの？そうそうなんだ。多分今のはボディアクションで振ってるように見えるでしょ。見える。ヘッドスピードは多分47ぐらい。変わんないの？変わんないよ普通に振っていい？いつもいつも、うん。これ多分コースと同じぐらいの力感なの。あ、そうなの？そう、多分本当に計測してないから分かんないけど、今普通に振ったのとコースっぽく、あのさっきバンって振ったでしょ、うん、あれと多分1変わるか変わんないか。ヘッドスピード変わって多分 2、3 ヤードじゃない？もう一回振っていい？もう一回いいよ。これ通常ね、外しました。あ、振るときは。あ。それコースでも指外すときあるの？あ、ある。アホになってるときはね。試合のときは絶対だよ。あ、試合のときはやんない。やんないやんない。試合でラウンドだったらやる。うん、やるやるやる。例えばふざけて、例えばドラゴンとか、あ、そういう時はやるけど、もう本当普通に回ってる時は絶対やんないけどね。見て分かったと思うけど、何のメリットがあるそこでしょ。そこだよね。そうだね。そうだから、通常のヘッドスピードと言われるスピードを上げれば最強ってことなの。そのノーマルが6で振るのが10っていう、この4つのさ、4段階分の差があること自体がおかしいの。振ったら曲がんない動画上げたでしょ、うん、そうだから、振って曲がんないんだったらいつも常に
バランスの取れる10で振ってればいいで10で振ってるから距離が変わらない。だから常識の範囲内で一番振るよ。まあこれがバランスがまあなんとなく取れて、まあ普通っぽい球質が出てるんだけど、ああいう風な感じで振ってたら自分では相当しっかり振ってんのね。ってことはあれ以上振ったとしてもバランスが崩れるだけでヘッドスピード、クラブのスピードは変わってるのさ、ほとんど変わってない。ほぼほぼ限界でいつも振ってるから、振ってよ飛ばしてよとか言われても変化がないあんまり。あ、でもその差が小さいってことはその普段のドライバーの完成度が高いってことだよ。そうだね、多分比較的そうだと思うよ。ドライバーのその安定感というか完成度は高い方だと思う。そうだよね、振りながらもコントロールできるっていうことは、ね、完成度が高いと思う、うん、曲がらないドライバーを打つ自信があるから、だからどんどん振れてきて、要は普通のショットも自分の中の限界に近い距離を常に打つことができるんだよね。その理由言っていい、何にもしてないから。してないの？何にもしてない。ドライバーしないの？何にもしてない。何にもしてないって、結局そのアドレスのこのクラブと体のと腕の関係あるでしょ。これをなるべく崩さないでこうやってまっすぐこうやって綺麗に使ってるだけだから。そう、このまんまこうやって綺麗に使ってるだけなの。もうこれは何、教科書に載せてほしいスイングよ。あ、そうなんだ。知らないけど、そう、でもそう、そんな感じなの。今のは本当にこうやってやってこうやってやったスイングなのね。そう、だから何にもしてないじゃん。右手のひらがこうやってずっとこうやって向いてる、あれにスピードを上げてっただけだから。その時にポイントがあるんだけど言っていいのかな。どうなんだろう。右手ってフリップに極力近い動きを使ってんのね。こう、この動き、こうじゃなくて、そう、この動きを使ってんのね。で、それを動きを使ってるんだけど、実際にこうは動いてないのね。だけどなんでそのイメージがあるかっていうと、こうやってアドレスを取るじゃない。そうするとこの右の拳から右肘までがこうやって一直線になるの。こうやってこうやってなってないじゃない。こうやってなってるでしょ。これを要はこういう状態よ、アドレスで。で、当たり負けしたらちょっとでもこうやってこっち行くでしょ。負けも使いもしてないって感じなの。常にいきなりランダムな時間でポンって押されてもこっちにならないように常にこうやってなるようにしてるのね。そう、それめっちゃくちゃポイント、ドライバーの安定感の。これはね、本当に今言わなきゃよかったと思うぐらい大事なこと。ちょっとカットしてほしいかもしれない昨日のお客様がそれで化けた。化けた、化けた、やばい化けた。何やったかというと、その方にアドレス取っててもらったの。アドレス取っててもらって、で右手のこの手首の角度が変わらないようにしといてくださいねって言って、僕がいつこっちにこうやって思いっきりこうやってクラブをね、こうやってやるか分かんないですよって、でもやりますからねって言って、行きますよって言ってずっとやんなかったの。だからずっとこうやって我慢してるわけじゃん、こうやってなんないように。そう、それでインパクト迎えてくださいって言ったの。そしたらやんねえのかよっていう感じそうしたら、ドライバーとアイアン俺よりいいフェード打ってるから、やばいでしょ。やばい。え、それぐらい負けなくなったってこと？負けない。押せてるんだ。ノンキラリンノンキラ、ノンキラだから使いも負けもしてない、キープしてるだけ。え、でもキープするんだったらすげえ押してないといけないってことね。そうそうそう、そうなの。だからそこをずっといつでもこっちに行けるようにしといてるだけなの。その準備だけで、そのいつものスイングにその準備だけしてる、スイング中も準備してるだけ。それでドライバーアイアン、まあとにかくショットが化けた。前出した第3の観点の押せてるっていうのが完璧に押せるようになるんだ。そう、それが押し方なんだ。そう、使ってはないから押しすぎてもない、ちょうどいいの。押しすぎちゃうとやっぱ左行っちゃう。左行ったり、もちろん右行ったりもする。押しっぱなしにしてもダメだし、そう、だから使わないでくださいねって言っただけな。
キープしてくださいねって言っただけなの。その角度、そう、ここの角度をずっとまっすぐにキープしたままフィニッシュ取ってくださいねって言ったの。どういうことどういうことって言うから、押しますからねって言って押さなかったの。そしたら押さないのかってなったの。例えば他何も変えないで、うん、それで押せるようになるだけで、うん、今までの自分とは違う、他何もなさないで、まあ、全然違う。それぞれの人がね、どんな悩みを抱えてるか分かんないけど、うんうんうん、でもそこはスイング関係なく一つしかないから。あ、そっか。そう、当たった時の当たり負けをするか勝つかだから、悪いこと一個もないんだ。ない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 、試したもん勝ち。え、じゃあ全員良くなる。全員良くなる。だからYouTube、 ゴルフ YouTube がなくなるはず。いや、そうだよね。そうだって悪いことないもんね。そう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 、本当に俺振り遅れが9割って言ったでしょ、うん、あるチャンネルではゴルファーを9割9分って言ってるチャンネルもあった。嘘。うん、まあまあ有名な人ね。振り遅れてるって、うん、でしょって思った。いや、それはそうだ、うん、ずっと言ってるから。本当に振り遅れと当たり負けで球が右に行ってる。だから本当にスライスの悩みって多分本当に多いのよ。で、飛ばない、振り遅れて負けてるわけでしょ。全キラでしょ。そうだね、そうでしょ。これそうだ、そう、そう、それは絶対に飛ばすことができないじゃない、勝ちきってないんだから。だからそれを準備させて打ってもらっただけなの。それがね、だからめちゃくちゃいい球になっちゃって、単純に飛んでるよね。うん、飛んでるし球が速い。あ、そっか、ちゃんと押してるから。そう、芯で打った反発の初速出てますよねって感じ。そう、だからフェースがさ、こう動く方向に対してこう90度にきっちり当たってるわけよ、真後ろから。だからもう本当にこうドーンと押せてるわけよ。そっかそっかそっか、こうじゃないし、こうじゃないし。そっか、曲がってないってことはあれだよね、多分力のロスもないんだろうね。そうなの、効率がいいのね。うん、そう、だから見てて、昨日だったんだけど、あのままずっとボールこうやって見てたいなっていうぐらいいい球連発。そう、うん、完成しちゃったの。ほぼ完成です。あとは来てどれぐらい落ちてるか、8まで落ちてたら俺は完璧だと思ってる、想定内。76まで落ちちゃうと、ああ、ちょっと仕事忙しかったのかなと思っちゃう。うん、でもそんなのはもうしょうがないし、プロでもあるから、ボールに対してこう力を押し切ることっていうのはすごい大事。そう、それは使うでももちろん負けるでもない、本当にこのキープしたまま押せるかどうかっていうのがすごい大事。もう一回だけ言っていい？キープしたままいつでももうこうやって押せますよっていう状態をキープして打ってあげる。もう完璧よね。こういう感じ。ああいうのはな、やっぱりコースで打てたら理想だよね。飛ばす、振るっていうのはこう何を入れるわけでもなく、もうシンプルに力を入れる。で、力を入れた時に自分がどうなるかを知ってればもういくらでも対応できますよということをちょっと考えたら、絶対そのゴルフのあり方、スイングのあり方っていうのが変わってくるんで、ぜひそれをやっていただきたいですね。いいこと言っちゃったからな、うん、全部カットしとくから。じゃあなし。そう、だからもう本当短い動画になっちゃうかもしれない。いいとこ全部ないから。そうだよね。でもね、本当にそのね、押し方ね、そう、押し方めっちゃくちゃ大事なの。あの、右手とか左手とか言ってる場合じゃないの。いや、そう、だから負けるのはどっちっていう話よね。そうだね、そう、で、左手使ってこうやってやってんだったら、もう消屈した時点で負けを作ってるわけじゃない。自分からもう、そう、そう、そっからこの負けを負けたまんまいいフェースアングルでキープするにはどうするかってことじゃない。これやり続けるわけじゃないじゃない。そう、最後は勝ち切るんだから、右が。そう、それも分かんないとダメ。でも押してって言ってる動画ないからね、多分ないよね。振り遅れてるとかはね、あるけど。飛ばすときは力入れます、平井。そう、そういう動画をちょっと撮りたくて今回動画撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。インパクトでやってますか。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってる？あれ
っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。